尾道におらんぞ。あんたの側についたらいろいろ便利かもしれんな。オッケー。よっしゃ、あんたの射程になりますわ。Gotcha. Alright, let's go to this turn then. It's right over down here. Alright, let's go. I'll look over there later on. Right now, story. Look, I'm gonna meet you.チケット買われますか？片道、はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。 OK。 I mean, that's the first time, yeah. How's she going, right? How much she's grown. And then... Man...Here we are. Oh, there she is.キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行く当てがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人。私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。
彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分ハルカは、yeah. その頃自分の妊娠を知った。That's why she left. それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。ああ、シェッ。それで、ハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい。それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か？一体誰なんだ？それは。おーい。ああ、シッ。 Wait, the fuck are you doing here? まさかと思いましたが、やっぱりキリュウさんでしたか。ソネア。What the Tojo clan doing here? お前どうしてここに？それはこっちのセリフだって言いたいところですが。The fuck? いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな。そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭、うん、腰見せたのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、no、shit. あいにく6代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる？俺はね、4代目。今、菅井会長代行から、登場会の後目候補と見られているんですよ。Hell no? お前が登場会の後目だと。Never。腰水も陽明連合会の後目です。そういう意味じゃ。俺と腰水が五分で坂月交わす。You can never lead that many men like Dojima can. It's just true. ないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに坂月交わしますか。俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが。あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。 Wait, what? 久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。What a creep. アイスト、何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥かのことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう。This is weird. キリュウさん。This is weird.な、
なんじゃそりゃ。一体誰ならその染谷いう男は。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろ。いや、お天気のことだ。東京弁じゃし、その時付き合うちょった男じゃないかの。ひょっとして昔の旦那とか。踊り、キヨちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊り、清純な美女言う意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリュウの兄貴。え、ああ確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。ブッ、ああ踊れら。あんましかばち垂れよるとぶち殺すな。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。あ、兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。大変じゃ。 What happened? Oh shit. いいのじゃねえか。なんならキヨちゃんが、What? キヨちゃんがさらわれた。え、 Fucking told your plan. It has to be。それは一体どういうことじゃ。 What the shit is happening? さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。ほしたらキヨちゃん心配せんでええから言うて、ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。踊れの腕の一本や二本おられてでもキヨちゃんを守ったらんかい。カシラ、いかんて、怪我人ですけ。Where did they go? ヤクザってのは陽明連合会か。いや、yep. 多分東京もんじゃ。Yep. Oh my God. 若い男じゃった。聡明やか。やっぱり清美ママとなんか関係あるんすかね。Hey, 待てなくも、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといて使うぜ。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけど。そうじゃ、頭だけじゃのうて、わしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京門に舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど。 No need, I'll go, I'll go。 惚れた女一人守れんで、なんか極道じゃ。 Oh, jeez。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うて使わさんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああバカとは言ったが嫌いとは言っていない。え、
陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけどなんぼなんでもたった一人で行くのは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。Masked? だったら絶対にバレない。No, wait. He's not getting masked. いい手がある。Am I wrong? I mean, this chapter's name. Yep, this chapter's name is called Mask. 覆面。Oh my god. 泥棒みたいだな。おやさん、なんで小川なも持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。Oh my god. 本家のやつとかバンバンな。あ、全然バレなかったよ。おいじゃけど、そがなことする人、おやさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃこれ、兄貴の分です。はあ、いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは、陽明連合会にも知れてんすから。兄貴の顔が割れたら、一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし。Oh god。兄貴。もたもたしとる暇はないですけど。Give the red one then。しょうがねえな。わかったよ。Oh my god。じゃあ、俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で、カシラ、どういう作戦で行くんすか。そうじゃのう。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと岩見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。 I see。Second floor. I see. Rooms. Third floor, rooms again. Fourth floor, amenities. Banquet hall, spa, sauna, elevator, lockers. Hmm. So, fifth floor. No? Hmm. 1階はロビー。2階から3階までが客室エリア。Yep. 4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。They have to be there then. 広いな。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると、搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。True. よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず、全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら、2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。Fine by me。 2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。 Yep。 途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。 I'm worried that this is gonna go south, bro. I'm worried that some of them might die, man。 お前ら準備はいいか。Hey。 I'm worried, bro。 血がたぎってきたで。兄貴、準備はいいですか。Yes, sir。 行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。 We should wear something, you know, different too. You know?Here we go. What's up, bitch?
Robbing the place. Oh shit! Oh my god! Let's go! Oh my god! Oh my god, look at look at us, bro. We are the boys. I need a screenshot of that. This is fucking epic. Let's go! Oh my god, this is so good. Hey, Masnaga, don't just stand there. Bro, we have a whole gang. Look at us. Don't you think that they will notice me too, though? Right, with my eyes? I mean, I already know, like, you know. I don't know. Let's go. Alright, rooms! Kashira, それじゃあわしらは他の場所回ってみます。Gotcha, gotcha, gotcha.I mean, great and thing, yeah. Damn. There's so much shit here.Nothing over here. Nice, thanks, man. Let's go. Alright. Nothing. こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。Yep. Let's head on up.Go. Wait, can I still enter? Oh wow. Hi guys. Sorry, just, oops, hold on. Damn, they were in nearly every room. Did you slam open the door just like I did? That'd be pretty cool.Oh, I see. Okay, let's go. Alright, see him again. Alright, let's go. Wait. They have red, yellow, and green. And we have black and grey. Nice colors, man. I'm sure it's yellow or... I don't know. Thanks for that. Hey, my man, Nagumo, yeah. Ah, ow.Alright, come on, man. Oh, wow. Let's go.
Go. That was the entrance, right? So yeah. 一体どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなれや、ソメヤという男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃの。ソメヤが大浴場にいるようです。キリナヌキ、4階を探しましょう。はい、Let's go with it。Somia must be in the bath. Whoa! What in the fuck? Be careful, guys! Aniki! Tunneled. Ah, shit. I hope they're gonna be okay, though. Damn kids, come on.Wait, hold on. I see. Okay. A lot of crates and shit. Wait, hold on. There's nothing here? Okay. Alright, let's go. God damn, though.Whoa! What? Hey, yo! Not him. What in the fuck? Hell no! Whoa! Have a nice trip. Is it rough to get through these?Whoa! Okay! Fucking towel people! Alright. Nice. Yeah, you didn't join the bath, are ya? Nice. Down the fifth floor then.兄貴、ソメヤいう男、おらんですの。VIP。あん中はまだ見とらんの。Careful。That's the。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。That's the。もう行けん。チートしたな。Sauna、steam room。おい。No! Oh shit! Fuck! Shit! Can't be done now. Kiryu-san, isn't it? Oh! So you are here.さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好、熱くありません?清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった?まさか四代目ともあろうお方が、女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。Says you.
You're about, you said that you were about to be chairman, and you took Kiyomi. What are you on about?答えた方が身のためだ。なるほど。やる気ってわけですか。ですが、あいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩、まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか。逃げるか勝ちって。What the fuck? Man, snip! Ah! くそ、逃がすか！ Fucking hell. Man, naked! No! キャッチサメは。止まれ！カメ！Oh, that's two towers. Oh, shit. Shit. Alright, boys, wait. Where's... Oh, shit. This shit is annoying. Come here. Come here, then. Dude, I can't get away.Ow! You're not coming now. Come here, come here. You're getting stabbed.兄貴は染谷を追ってください。おお、ファッキンアーマン。染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。Yeah, yeah, brother. 今時墨なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。ああ、しゅし。
ヤクザが仇を脅してあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょう。Go on Discord ho. 入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様を背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。いかん。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。That'd be way more painful though. I'm telling you.